なんかの2013年6月の「週刊新潮」の記事をね、取り押しましたけれども、<い>この頃はね、天皇陛下が攻撃をされた時って形で、うん、まあ6月18日にこの予定されていた宮城県の被災地へのね、訪問を予定してましたけれども、まあ、これはその雅子さまがこの体調がね、優れないって形で、取りやめになったって形で、実はこの5月に、その安倍晋王夫妻がね、えー、福島県へ訪問されて、うん、まあ7月上旬と下旬に、まあ、上皇后夫妻がね、 岩手と福島を訪問予定という形でなってましたけども、うん、まあそれだけにこの宮城県だけね、まあ、訪問できないという形になってしまったんで、いろいろとね、えー、あったりとかして、まあ、このときはまあすでにまあ2度も延期してたという形で、お<ー>まあ今年はその天皇皇后陛下が結婚20年という形で、いろいろとね、まあ、節目の年ではあったんですけども、宮、はい、内庁の方では皇室典範を改正して、上皇様が戦前退院して、天皇陛下がね、即位を辞退するという形の案がね、 そこでまあその落としどころとしては一度ね即位してもらってからすぐに行為をね真柏家に継承するって形でいうことですけども、はい、まあそれはね真柏様じゃなくて久者様へ継承っていう形で、うん、そういうね心づもりだったって形で。 これはねその上皇后ご夫妻が雅、まあ、子さまに不適格って形で判断を下されたって形でお<ー>ただお驚いたのがこの6月16日にねスペインから帰国された皇太子さまを雅子さまが、ね、満面の笑みで迎えられたって形であるんで、うん、まあ,あの映像を見れば雅、ねまあ、子さんはね、まあ、元気じゃないかって形で誰もね、まあ、感じるんじゃないかって形でははい、はいまあちなみにスペインはね6月10日から7日間の日程って形で雅、うん、子さまはね 収穫公もだけ意いっていうのに、7日間のまあ日程という形で、はい、そこでもねまず無理だろうし、しかもこの帰国をしてからすぐにね宮城県の被災地という形で、当然ね、かなはむちゃくちゃなスケジュールかなという形でお<ー>、まあそれが分かっていて、この宮内庁もねスケジュールを立てているという形で、うん、宮内庁がねこの雅子さまをいじめているようにしか見えませんけれどもはい、はい、まただ単にこの宮内庁が病気の知識がゼロなのか、 まあいじめてるのがどっちかって形のことがまあ判明という形で、うん、ただ、この帰国を迎えるときはね、笑顔なのにまあ被災地を延慶されたって形で、えー、何度もねこの公務を休まれたから、まあ、それでねまあ不適格っ,って形でなったって形で、<ー>まあこの雅子さ、ね、まは公募は無理だって形で、上皇后さが判断をされてたとい形で、<ー>ででも今だっあ分かるけれども、まあ、その公務がね続くとまあ調査とかが難しいから、IGS イイの体冠式からまあ帰国したすぐに、 毎園会とかでいろいろねそういうこともまあ来ないとこだとやったんちゃうかって形でもまあ話も出ましたけどもなるほどちなみにここではまだこの美智子様がね持ち上げられていて美智子は様は首から左肩にかけて数日間ね激しい痛みに襲われたことがあってね、うん、職員とかも静養されることを勧、まあ、めたみたいですけども、まあ、それでもね美智、まあ、子様は頑張って公務に出られたって形で持ち上げられてましたけどもはいはい宮中祭祀をいはされれば肉体的にもね負担が大きいから症状が悪化するだろうって形で、はい循環になってしまはからまあいはを お願いしたのに、まあ、その無理して、ね、出られて、まあ、素晴らしいという形の内容で、ね、<ー>記事が書かれてましたけども、<ー>まあこれ、まずどう見てもね、その職員の方がまあ無能というか、<laughs> 本来だったらこの症状が悪化するのが、ね、分かっていたら、まあ、職員が、ねまあ、体を張ってでも、飛びなければいけないと思いますけども、うん、まあそれを、ね、美談みたいな感じで書いているかですね、はいはい、そのこと自体がまあおかしいと思いますけども、うん、まあそれにこの雅子様はね、肉体的なものではなくて、まあ、精神的なものだからね。 あそれでこの同列に比較するのはおかしいという形で、いろいろと病気のことをね分かってないなっていまあで、こういったことを書くことで、ねさらにまあその症状とかを悪化させる要因にもね、あなたのかなという形で、今ようやくね、美智子さまが雅子さまをいじめていただけとかね、いろいろそういう形でね気づいてきた人とかも増えてきたからね、少しずつまあその体調とかも回復しているようにも見えますけれども、皇后陛下の公務としては、十二人とかで大滑らかしといってね、この大貸桂とか、 着物とかを装着しなければいけないという形で、この伝統とかも平安時代からね、みたいですけども、今の時代に合わせてね、こういったのも、そのーじゃなくてもいいような感じもしますけども、いろいろとね、難しい問題という形で、ちなみにこの美智子さまはね、もうこの記事が書かれた10年前から、この正面からの声がね、聞き取りづらくなってたという形で、それの横からのね、真横からね、話しかけをしたという形で、さらにこの手すりがないと、五章での階段とかも、 登るのが難しくなったという形で、うん、体調的にも厳しいからね、生、ま、前、あ、退院ということですけども、まあ、この頃からこの上皇后さえね、そのことをまあ考えたみたいで、あ<ー>まあそこにまあその女性宮家の取り組みとか、皇、まあ、室の先細りとかも考えたって形で、うん、だからこの時にはね、安倍首相にこの女性宮家の要塞とかも上皇后さえに行こうとしてね、まあ、2月1日にこの宮内庁長官経由でされたって形で、さらにその夜には安倍首相と、 明恵さんを公共に呼んで晩餐会の席とかでも安定的な公益継承の問題がまあ議題にあったって形ではい、はい、ただまあその1週間後にね安倍首相がテレビ番組で 女性宮家は口頭の安定的な継承において、まあ、よかりをね、いないないとして、この条件にもね、つながるからって形で、まあ、否定したって形で、あ<ー>あここではね、く内いの警戒心があるからって形で報道されてましたけれども、うん、まあ本当はね、この日本会議と統一教会への,、まあこのね、配慮があるからかなって形で、そういうことですね。上皇后さえ、久々様よ、聞きつぎたかったみたいですけれども、うん、あ少なくともこの安倍さんとはね、まあ、仲が悪かったのかなっい形で、ある意味、この時期に関してはね、いそから言ったらね、まあ、もしかしたら、この久々様に、 なってのかなって形で被さまがまだこの頃はね6歳だったし、うん、まあ早めに決まっていたらね教育方針とかも変わっていてね栄養<ー>教育がこの頃からもされてたかもわからないですけども、うん、まあどちらにしてもまあ今からはね、まあ、手送りかなって形で <laughs> ただまあこの頃はそは上皇ご夫妻が、まあ、次は被災さま様だって形の意向を、まあ、紀子さまもね知っていたからずっとねあ美智子さまの振る舞いとかを真似してくれたってとで、<ー>まあそれでまあその紀子さま美智子さまから教わった事柄のうち最も大切に実践されていることが お気持ちをそのまま口にしないことって形でいうことですけども、うん、もしかしたらそれが原因でねお気持ちを口にしないようにしたらね、まあ、あのね不気味な狐とタヌキの笑顔とかね、まあ、出来上がったような感じの形で <laughs> まあこのあのね <laughs> 僕気味な笑顔とかは言いたいことをまあ我慢してるのかもわからないですけどもまあちなみにここではね阿倍さん,さんがこの天皇陛下の人格否定発言に苦言を呈したこととか、まあ、上皇様の定年についてもね言及されたことについてね、うん、上皇皇さの信頼を得た 子様がね、巧みにこのコントロールしてるかのようにお見受けされますって形で書かれていて、うん、だからシャさんについてはね上皇后さがどうしようもないんすなって形で思っていたから、まあ、天皇陛下からねシャさんを飛ばして「ましぶりさまへ」って形の思いがあったんじゃないかって形で調べてみるとね46歳の誕生日会見で語っている形で、うん、高齢に達した天皇の公務のあり方について まあ定年制っていうのはねやはりその必要になってくるんじゃないかという形で考えにおていって<う>まあ一定の年齢を過ぎたらね人間はだんだんいろんなことをするのが難しくなってくるのでそれもね一つの考えだと思いますって形で、まあ、定年制をね提案されたって形で定年っていうのもね生前単位はこの特例じゃなくて天皇陛下がこの無理って形でね判断された時点で 継承されることはいいと思いますけれども、うん、まあ結局この発言に関してもね。男系男子の人たちは聞かなかったことにしたのかなって形で。男系男子は大いね、まあその死ぬまで天皇って形の考えで。うん、まあ上皇様の戦前何時も認めてなかったって形で。うん、まあだからね、男系男子の人たちは次はね、悪性の様だって形の人が、まあゼロなのかなって形で。はいはい、まあそれでまあその下様の流れをね、下流がせんしちゃいけないって形で言いながら、まあ下様の名前をね。 あまあ、決して出さないという形であ<ー>いろいろとねあったのかなという形でうん、まあ、ちなみにね小林雄彦さんのゴーマニズム宣言ではねまたこの文治の差別について扱ってましたけれどもほいほい憲法14条に全てのね国民は法の下に平等であって、まあ、人種・信条・性別・社会的身分または文治によって政治的・経済的またはね社会的関係において差別をされないという形であるという形で高安寿也さんも八木秀作さんも まあ自称憲法学者ですけれども、この憲法にね、あまりまあ詳しくないのかなって形で<あー>、<laughs> まあこの文字はこの家柄とか血筋のことですけれども、旧三宅の人を特別なね家柄だって形で認定することを禁じて、うん、日本国民すべてがね平等だって形で、憲法で決めたという形で、この日本国民の証しとして、こうしたときにこの名字が記載されている人はね、すべてこの国民でまあ平等だって形で、うん、口頭ふり記載されているのは皇族で、彼らはね、憲法の平等理念の 例外だって形で、うん、皇族はこの人権に関してもねかなりまあその制限をされるという形で<ー>えまあその、ね、制限されている皇族に対して男系皇子派は旧宮城県からその基本的人権を奪って。 皇族の養子にしろって形で、まあ、言ってるって形で、うん、まあこれはその文字の差別で憲法違反になるやとい形で、いうことでね、ははい、はいまあこの愛子さまの無垢候補として、勝手にね、残定男子と結婚しろって形で誘導するような記事とかも出てるって形で、あ<ー>まあ最近ではこの残定男子とかも、この文字の差別とかで、まあ、無理なことをね、学習しだしたのか、まあ、そうじだったって形で、まあ、愛子さまがこの残定男子と結婚したらね。 もう一度の差別の壁を突破できるという形で、まあ、それでまあそういう形で促進するような形でねつ造記事とかも出してるんじゃないかという形でそしたらその記事にこの八木秀嗣さんが宮内庁関係者とかね官邸関係者として登場してるのかなという形で、うん、しかもこの憲法学者なのに一時的にね特措法旧宮家系の男子をね皇族の養子にしろという形で、まあ、記事中でね っていうのもこの人だって形で、この憲法一時的に変えることは無理だってことで、文知の差別ではだめだってことですけども、うん、天皇皇族に関しては憲法第一章でまあ例外として規定されていてね、うん、憲法14条の例外でまあ基本的人権がえ奪われているって形で、<う>小室家に関してはね、家柄が悪いっていうことでいうことだけども、これもその文地の差別だけども、うん、これはね、小室家がただの。 できそこないだったらよかったけども、いろいろとこの刑事告発とかも重視されたりするような、ねまあ、犯罪案件だって形で、まあ、祝福されずにこの結婚して、援、ま、助、あ、したという形で、うん、皇族に関しては、この基本的人権がないからね、まあ、本来であったら皇族の誤解があればね、宮内庁がまあ話さなければいけないけども、秋篠宮はこの逆に関してね、よけそに隠装という形のまあ隠蔽体制だという形で、なるほどこれがこの秋ン権の指示で、まあ、隠蔽体制だという形でまあ報じられているわけで、うん、さらにこの皇位継承者に関しては、 国会で決めるんで、団結のあしのね、安倍派閥が自民党で力を持っているうちはね、まあ、岸田首相とかも、まあ、ポチでね、何もできないかなって形で、この天皇陛下はこの国民の象徴で、天皇がね、本心を言えないから、まあ、国民がそれを忖度しなければいけないって形で、うんただまあメディアとかも、言論人とかもね、宗教政権とかに忖度しまくった機会にね、いい利権とかをもらってるのかなって形で、忖度っていうのは、この相手の気持ちとかを、えー、おもんばかりという形で、 まあいい意味での言葉なのに悪い意味でね扱、まあ、われてしまっているい形で<ー>上皇様がこの生前退位するときにこの安定的な皇位継承を願うろ、ね、うん、まあこの政治家はこのそれを無視してメディアとかもこの天皇の意向を尊重せずに、まあ、宗教政権にまあ忖度するという形でジャニーズとかも似たような感じかもわからないですけども<あー> <laughs> まさにね,そうですね、まあ、ちなみの文書とかでも、ね、上皇后さまと縁結果のことが書いてましたけども、うん、まず上皇后さに関してですけども の方々は公務ではね、行きたい時期に行きたい場所に、ね、行くことができないけれども、はい、今回のようにこの上皇ご祭の私的旅行はね、行きたい時期にこの行きたい場所にあ行けって形で、<ー>まあさらにこの上皇ご祭の費用はプライベートマネーからね、出すって形で、はい、これも私的旅行の特徴って形で、このね、プライベートマネーが内定費なのか、株とかね、本の出版とか出た利益なのか分からないですけれども、今回の旅行に関しては、この景色をね、楽しまれるような旅行とは違って、 文化の継承とかを支援されるという形のね意味合いとかが強かったと思いますという形で、うん、まあ修復されたねドレスとかをまあ見られたという形ですけれども、この修復にもいろいろと、ね、怪しい人脈がまあ絡んでいるのかも分からないですけれども、えー、ちなみに演劇会でのね雅子さまの衣装についても触れていて、<う>淡い水色の訪問着で、まあ、この流水と、ね、聞くと、まあ、そしてまあ勝負がが描いたという形で、うん、まあ勝負はこの5月の節句でもねおなじみで、まあ、長寿のおまじないとかの。 邪気をね払うたためにも使われててきた植物って形ではい、はい、だからまあその招待客の健康とかをね、まあ、願う心がま感じられるってことですけども、うん、まあこのね、まあ、勝負の植物なんで、まあ、勝負にもねかけた縁起物でもあるかなって形でスポーツの世界とかで活躍をされる方もね 多かったんで、そういったね応援の気持ちとかも含めた衣装だったのかなという形で、いろいろとね、雅子さまが結まあ完璧すぎる考え方というかね、まあの短時間の演誘会で数々の神対応をね、されているという形で、この演誘会とかでは、この歌舞伎の片岡さんにもね、質問内容とかお父さんに切り替えたりとか、ジェンダーとかも意識して、ご家族様ですかって形でね、質問されたりとか、いろいろとね、すごいなという形で、しかも、このすでにね、会話が終わった高木選手とかに関しても、マクシャンが抑えとのね、 通うが終わったみたいでポツンとね咲いてたから。 卓球の伊藤選手と、まあ、会話をつ、ね、なげたりとかして、巻き込んでね、まあ言うとまあ神対応してという形で、うん、あのちょっとした、ね、時間とかで、まあ、これだけの、ね、対応ができるっい形で、ふばりね、さすがかなってう形で、うん、まあしかもこれ、生で見る分にはね、なかなかまあ気づかないけれども、後でで、ね、指摘されてみると、分かるって形ではいは形、い、で、まあちなみに、ね、ポツンとされていた高木選手も、まあ、実はこの気合いを入れたみたいで、2>, ほ<う>まあ2年がかりでかけて作ったね、振り袖って形で、2> 2年がかりまあ職人の手作業によって、今回の演技とかもね、楽しみに。 て、まあ、かなって形で<う>、まあ、高木選手はこの2018年の秋にもね参加されていて、まあ、2回目って形で、ねうん、アスリートもこういったその晴れの舞台とかは楽しみにしたっていた形でいいおだいになったのかなって形で<う>、まあの週刊新潮の報じはこのマスク着用について、まあ、対応この重視される天皇陛下ならではのね対応だろうって形でしながらも、うん、マスク着用はね、まあ、ほぼなくなってマ、まあ、クション防災とかね過去は様の公務とかも。 出すマスクをされているという形で、はい、過去様についてはね、5月13日に都内でね、緑の感謝祭の式典に、名誉総裁の立場で、まあ、出席をされてね、<ー>この演題とかでまあその、緑の大切さをしっかりとね、語られて、うん、まあ式典の最後には子どもたちからもね、花束を贈呈されたという形で、それからその名誉総裁だからね、本来だったら花束をね、贈呈する側なんだけども、まあ、それでね、 なんでこれもらってるんだって形で、<laughs> まあその違和感はあったって形で、ちょっとね、ひにをられてましたけれども、<laughs> まあこの永島家はちょっとね、まあ、勘違いではまあ済まされないぐらい、だいぶ勘違いしてますけども、は <laughs> はいちなみにこの園遊会はね、お客様を招く側だからね、控えめな装いとかがまあ基本で、雅子様はこの淡いね、水色の和服をね、選ばれたって形で、<laughs> ただ、その過去様に関しては自分がね、目立つように、一番ね、目を引くような、洗いが黄色のまあ生地をね、口だって形で、<laughs> まあこのね、園遊会とかも初めてで、まあ、自分がね、 まあ主役だって形で思ってたのかもわからないですけども<ー>、まあそれでこの花子様も着物ではね、定評があるんで、佳子様の歌唱について、まあ、これはね、今日ょうは役扱わなって形で思ってね、隣で見守ってたのかもわからないですけども、はいろ、はいろとね、まあ、どうかなって形で、<laughs> まさに、ね、この篠原丈一郎さんが、ニュース丈一郎でね、上皇ご夫妻は、カかと合唱でもね、あったって形で扱ってましたけども、お<ー>まあしかもこの例のね、宗教構想のためにね、皇族に京都に来てもらうって形で、 まあそれと、ね、どまって移住してもらいたいという形で、まあ、そういった思いとかもね上皇后さまあ、情報に説明したという形で、うん、まあそういうフェイスブックでね、まあ、平気で書いていという形で、<ー>だから皇室を、ね、利用しようという形ですることもやばいし、今、いろいろとまあその自分がね迂回裁判とかで話題になっているのにね、うん、まあ全くまあ気にしないのかなという形で、お<ー>まちなみにこ美智、ね、子様のこの印税からの修復費用の一部ということですけれども、うん、平成時代にこの120冊以上まあ出版したみたいで。 そのね、印税の費用とかを修復プロジェクトに当てたってう形で、いろいろとね、そんなに本を出版する必要があるのかって形でありますけれども、その印税とかでいろいろとね、週刊誌とかも買収したのかなっい形で、週刊誌とかを出版しているところからね、本を出したのか分からないですけれども、私の名前をね、挙げたらそこそこね、売れるからって形で、そういう形でね、出版社とかもいろいろと言いなりに当たんかも分からないですけれども、そんなポケットマネーが欲しいのかなって形でありますけれども、ちなみにこのね、今回の一番の目的は、この葵祭りじゃなくて、 証券交代号の着用されたね、ドレスの修復後を見に行たって形で、形で、うん、まあこのプロジェクトに関しては、この中世日本研究所で、本拠地はこのコロンビア大学みたいですけれども、はいはい、名誉所長はバーバラ・ルージュで、1994年に上皇后さまがね、アメリカにいた時に、日本美術コレクターのミアリー・バーグ氏と会っていてね、はい、まあその時はこの人物もいたって形で、うん、えまあこのね、皇室のお宝をいただく気じゃないかって形で、あ<ー>まあこの文化庁の移転とかもね、色とも,そも関係してるのかもわからないですけれども、うん、まあそれでこのね、バーバラ・ルージュと、 ジョン・カンペータン氏がつ、ね、ながっていて、二人ともね、アキコさんも参加していた立命館大学のね21世紀 COE プロジェクトで、文科省から、ね、10億円の科研費がもらえたという形で、うん、あマクシンさんが、ね、研究に加わっているのもねすぐにこの科研費がもらえたりとかありましたけれども、いろいろと存在があるのかなという形で、うん、まあそれでまあみんなね皇族とつながろうとしてね、ねバーバル・ルーズさんとか、まあ、ジョン・カンペーターンさんはね、 美術品がね、狙いなのかなって形で、いろいろとこの悪い人はね、繋がっていきますけども、うん、まあ、その、みなもュースさんとかに関しても、まあ、雅子様の遅刻せんすでも、扱ってましたけども、<い>美智子様も遅刻せがあるでしょうって形で、まあ、昨年7月にこの開催された、小児のまの子供とかね、家族らを支援するチャリティー館を悟るのも遅刻って形で、うん、あれはね、この開園してから、まあ、1時間ほどしてね、入場って形で、まあ、あれに関してはね、遅刻っていうよりも、注目を集めるためにね、 わざとね遅刻かなって形ではありますけどもはい、はい、そういった意味ではね、まあ、このわざと遅刻をする癖っていう形で、まあ、それもね美智子様のお箱なんかも分かんないですけどもお箱なんやちなみにねこのチャリティーコンサートでの集約の一部が、まあ、患者の支援団体とかにも寄付されるって形で美智、うん、子様はねほぼ毎年ね足を運ぶという形で、はあ、ただまあそのいくつかの記事を見てみてもね、まあ、その美智子様がそのチャリティーにね 寄付をしていいる記事は見つかからなったって形ではいはいだから、ただね、コンサートを見たいだけかなって形で、せめてこの毎年ね、見られてるんだったら、気持ちだけでもね、寄付とかもしてほしいですけども、<うん S 2> このね、週刊誌とかを全部まあチェックしている美智子様だからね SN、SNS とかで私的な旅行とかがトレンド入りしたこととかも知ってるのかなって形で、<おー S 2> それからさすがにね、スマホとか持ってないだろうし、<うん S 2> 週刊誌の情報だけしかね、分かんないのかって形で、はいはいそれについては分かんないですけども、<うん S 2> 今後ね、アクシャン券についてはどういった展開になっていくのかね、 皆さんの予想とかもコメントもらえて嬉しいですね。そうですね。ぜひコメントください。あとチャンネル登録もまだしたら登録の方お願いします。よろしくお願いします。